すいません。どうも本日はお忙しい中お集まりいただきまして本当にありがとうございます。鶴岡持続可能社会研究所、それと、鶴岡市市議会議員をしております草島慎士と申します。どうぞよろしくお願いします。まず皆様にお渡しした、資料の説明からさせていただきます。まず、12月22日付公開質問状、この2枚、全部表裏になってますけれども、それが、昨年の12月の22日に県知事宛て、提出した質問状です。そして、1枚ペラの表裏がありますが、それが回答です。3月の28日にいただきました。そして本日先ほど1時半に、県のエネルギー政策推進課、課長補佐菊池さんにお渡ししたのが、4月22日付の、このちょっと長いんですけども、4枚の、ものであります。そうですね、私はこの、鶴岡市の、風力発電の問題なんかもありまして、この風車騒音のことについてこの半年ぐらいですね、調査研究を進めてまいりました。で、北海道大学の田草純太、助教、それから、後でご紹介しますが、大分すいません、大分県立看護科学大学、加賀山高幸教授、この方は元国立環境研の、主任研究員であります。そのお二人の方と、結構密に、協議を重ねまして、また国会議員では川田隆平議員などと、一緒にこの問題を、調査し、そして、今、いろいろまとめをし、そして訴えかけを始めたというところであります。で、この間ちょっと調査研究していた、これいきなり見てもよくわからないと思いますので、風車騒音の問題ってどういう問題なのかということについてちょっとお話をさせていただきたいと思っております。で、山形県の今回の、事業は、最近第4回法定協議会がありまして、離岸距離 1.852m、1海里のところに、建てていこうということが、法定協議会の資料にあります。そして、環境アセス共同コンソーシアムというところの事業で言いますと、15MW、1万5000キロワットですね、それを52基建てるというような計画になっています。で、すいません、この課題に対して、どういうふうに考えたらいいのかということについて、とあと風車騒音の考え方についてお伝えをしたいと思いますけれども、この、計画で言いますと、景観的にはこういうふうになります。ちょっと大きいので言うと、こういうことになります。これは県がモンター、こういうフォトモンタージュというんですけども、フォトモンタージュを作ってくれないので、地元の、ユーザー風力を考える会の皆さんが作成した、勝手にモンタージュと名付けて、作成したものです。これは約 1キロのところに、大体15メガワットの風車を建てるとこういう景観になりますというのを、発表されております。もう半年前ぐらいに発表されています。そのユーザーの風力発電を考える会の方々は、県からしっかりこういうモンタージュを出してほしいということを以前から要望されてるんですけれども、県はこういうものを一切出しておりません。それで、後でゆっくりお話ししますが、同意を取ったって言ってるんですけども、いやいや、同意の取り方の前にこういうのをね、きちっとお知らせするべきでしょっていうのは私たちの見解であります。で、風車騒音の考え方ですが、私たちは聞こえる音と聞こえない音があります。で、特に風車の騒音で、
大きいと、あ、すいません、どうぞ。あ、ありがとうございます。はい、いいですか。ね、何枚かあるので、すいません、ここまでが、あ、ここまでが、ここまでであるので、ここまでです。すいません、じゃあ。はい、ヘルツっていう人があるんですけど、風車騒音は1から100ヘルツの音が、大きい音ということになっています。で、よく超低周波音っていうことも言われるわけですけども、超低周波音っていうのは1から20ヘルツまでです。で、これはほとんど聞こえません。で、風車騒音の問題になると超低周波音とか低周波音とか結構ごちゃ混ぜにこう語れることがあるんですけれども、今日、根拠となっているのは耳に聞こえる範囲の低周波音のことであります。で、こういう低周波音の特性としては距離減衰しにくいということだったり、障害物があっても回り込んで音が届くっていうことだったり、遮音されにくく室内へ透過しやすいとかという特徴があります。これが低周波音の特性です。なので、よく二重窓にすれば大丈夫とかっていうことを言われる方もいらっしゃるけど、なかなかそれでは防げないっていうのが低周波音の特性です。はい。で、実際ですね、これ3000の風車音、こういう、これ大体800メートルぐらい離れているところで撮った音です。で、なかなかこれだとよくわかんないんですけど、こう空が鳴ってるっていうか、シュワン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 って、そういう空が鳴っている、それもこう反復音で鳴っているっていうのを確認できると思います。で、この風車音での健康被害ということでは、秋田県内で21件の訴えが、昨年まで出ておりまして、この21件の訴えは、睡眠障害であったり、あとめまいであったり、耳鳴りがするであったり、そういうことが、聞き取り調査で、発表されています。特に由利本荘二ヶ保市ですね、ここで健康被害者の方から訴えが出ておりまして、注目すべきは2メガワットの風車で2キロ離れたところの住民の方からも睡眠影響、睡眠障害ということで要は眠れないっていう訴えが出ているということです。でですね、この、県もこれを根拠にしていると思うんですけども、この睡眠障害っていうか健康とその風車騒音の関係ですね、この環境省の2017年5月26日に指針として、都道府県に、通達された、ものがありまして、読みますと、これまでに国内外で得られた研究結果を踏まえると、風力発電施設から発生する騒音が人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。この指針をもとに、県も国もこの風車騒音の考えるその根拠にしているところがあります。で、今回こう回答を見てもこれだなっていうのがあるんですけれども、この考え方についてどういうふうに考えたらいいのかですね、可能性は低いっていうのを可能性はないというふうに捉えがちです。あとはその健康に直接的に影響を及ぼす可能性っていうのをどういうふうに捉えるかっていうところなんですけれども、これについてですね、北海道大学の田鎖先生と、大分、県立看護科学大学の
影山隆之先生、この影山先生に私大分市まで行ってインタビューをし、そして後でズームでもう一回インタビューをして受け取った回答がこちらでして、ぜひ聞いていただきたいと思います。この方が田草里先生です。2016年に発表された論文なんですけれども、風車騒音と不眠症のリスクが全国規模で1079名を対象にして調査された論文です。でこれでは41デシベル以上のグループで優位にリスクが上昇している4倍5倍になっていると、まあ、こういうことを考えると、まあ、もちろんというか風車騒音によって健康影響が生じるというのはもうどちらかというと明らかなのではないか。で次に影山先生です。2月の頭に撮った風力発電所の風車では、はい、よく超低周波音が悪さをしているという話が話題に出るんですけれども聞こえる音も確かに出ているんです。実際にじゃあそれをたくさんの風力発電所で測ってみようじゃないか。で同時に、人体に何か影響を及ぼすとすれば、睡眠影響が一番影響出やすいだろうと、それを調べようと、そういうことを考えました。一方人への影響の方なんですが、私たちは、まあ、ある程度深刻なものだけを拾うような質問の仕方を開発しました。これは、国際的な精神障害の診断基準の中で、これぐらい頻度とか程度が、深刻であれば、不眠と言ってよいだろうというふうな、程度であります。全国に3つの調査チームを編成して東日本、中日本、西日本と、それぞれ、3年くらいに分けてですね、風車の周りの住民の方に、方のお家を一軒一軒回って、聞き取りをした結果であります。で実際に分析してみると確かに、屋外の騒音レベルが高いところでは不眠の方が多いと、統計学的に優位に多いということが分かりました。外にですね、風車のような音源があってシュッシュッシュッと規則的に、音を発している場合には、睡眠に影響することがあって当然だろうというふうに考えております。よく眠れないという状況が、長く続けば何がしかの健康影響が他にですね派生してきてもちっともおかしくないので、やっぱりこれは放置して良い状況ではないというふうに私たちは考えています。不眠があるかないか1か0かのデータですね、1か0かに分けて、不眠が何倍くらい多いかと、これが1倍より明らかに多ければ、まあ、統計学的には優位の違いだというんですけども、5倍であれば十分何かあるぞというふうに、まあ、一般的には疫学で考えます。規則的間欠的に発する音っていうのは定常的な音よりも睡眠を妨害しやすいっていうことが分かっていて、同じデシベル値でも、まあ、睡眠に影響しやすいタイプの音だということが実は言えるので、睡眠影響は生活影響であって健康影響ではないと言い張る人がいるんですが、私はそれは健康影響の一種だと考えています。環境要因によって十分眠れないと、深刻な不眠があるという状況は、まあ、十分今の定義にあたる健康が侵害されていると言ってよいだろうと思います。風車による騒音レベルが高いような場所に人家が存在するというふうな、そういう条件で建設すべきではないということですね。風車の音ってのは結構目立ちますので、やはり立地条件として十分人家から距離を取ると、規模が大きいものほどそうですけど、それを考えるべきだろうと思います。風車の騒音が睡眠を妨害しているというデータは我々が得ておりますので、まあ、これから新規に建てる場合にはそういうことを増やさないように、お家の外で、41デシベル以上高い
知る口にならないような計画を工夫すべきだろうと思います。で、先の指針についての見解を直接的にっていうのは、その睡眠以外の病気を引き起こしているとこのデータから直に言えるかっていうと、他の病名はつかないよという程度のことであって、じゃあ 眠れなくても構わないのかっていうと私は問題だと思っています。ですから、はい、ちょっとその言い方は正しくないだろうなと思っております、うん、じゃあ実際にある計画が、ね、あった時に、どの程度の範囲まで影響が及ぶ可能性があるのか、これを計算するというのは自治体ですとか住民の側には簡単ではありません、そこに、まあ、立てる位置とか風車の規模とかを変えたらどうなるかっていうことを含めてですね、いろいろシミュレーションをすることが、まあ、容易になったという点で非常に便利なソフトだというふうに評価しています。これから風車を建設すべきかすべきでないかという議論をするときにですね、こういうふうな客観的なツールを生かして、やっていくのがいいんじゃないかと思います。なるほど。以上なんですけど、その、この、海岸先生のその不眠症リスクを、まあ、その計算に入れて、できたソフトがダグサリ先生が開発した H リスクというものでして、この風車のデータを入れると。こういう不眠症リスクが出てきます。ユーザーの風力のデータを入れると不眠症リスクが255人と出ます。で、まあ、これはオープンソフトでして、皆さんのお持ちのソフトに入れて誰でも入力すればこういうのが出てきます。不眠症リスクだと255人で、入眠妨害というレベルだと1万3000人というリスクということになります。で、まあ、この入眠妨害のところは環境省の参照値という値なんですけれども、これちょっと、まあ、一つの参考資料としてはいいんですが、私が強調したいのはこの影山先生が1000人規模の疫学調査で、この音圧レベル以上だと不眠症が出るというデータを基にしたこの不眠症リスク、この255人の不眠症リスクっていうのはやはりしっかり受け止めないといけない数値だと思います。で、で、まあ、この質問状の中に書いてあるんですが、だとしたら何をすればいいのかっていうことなんです。例えばデンマークで何をしているのかって言いますと、この風車騒音のレベルが低いところまで離岸距離をきちっと取ると、これはデンマークでは44デシベルとか39デシベルの基準を超えないようにですね、要するに岸から離したところに風車を建てるということを実際に行っています。この時は8メガ級の風車でありますけれども、この時に距離は15キロ、この風車騒音をしっかり踏まえて離して、作っています。で、例えばドイツとかどうしてるかというと、まあ、これが、ドイツの洋上風力なんですけれども、ドイツはもう20キロ以上、60キロとか120キロ、この辺りに風車を立てているんですね。で、まあ、これも後でちょっとゆっくり説明しますが、この中にもあるんですけども、はい、まあ、なので10メガワット級の風車を、2キロとかに立てている事例は私世界中いろいろ探しましたけれどもありません。どこにもそんな10メガワットとかの巨大風車を2キロとかのところに建ててる事例は海外にありません。日本で初めて秋田の由利本荘からユーザーとかで初めて行うことになると思います。
で、まあ、よく これを言うと、あのいやいや海外でも立ってんじゃないかってお話をされる方もいらっしゃって、これは実はあの日本風力発電協会からいただいてる資料なんですけど、いやいやオランダだってそんな600m と1200m のところにいやいや立ってますよって言うんですけど、これは3メガワットの風車です。ちっちゃい規模なんですよ。で、有名なコペンハーゲンの、風車は有名、2001年ぐらいから一番初めに建てた洋上風力発電として有名ですけれども、それは2メガワットの風車です。で、まあ、風車には2つありまして、あの着床型といって下からこうタワーで建てるものと、浮体式といってプカプカ浮かせてこのチェーンでつなぐと、浮体式と、着床式っていう2つのタイプがあります。で、私が今回この、まあ、再質問で述べているのが、浮体式にして22キロ以上離すべきだということを、問いかけをし、見解を伺うっていうことを言っております。はい、まあ、例えばあのそうです、ノルウェーが日本と同じように、あの遠浅ではない環境なんですね。あそこフィヨルドなので、日本もすぐ50メーター以上深いところになっちゃいます。で、それと同じようにフィヨルド地形のノルウェーもすぐ50メーター以下とか、もういきなり100メーターぐらいの深さになってしまうんですけど、ノルウェーでどうしてるかといいますと、着床型は一切作ってません。すべて浮体型で、浮体式で、洋上風力は作っておりまして、昨年2022年にできた、このハイウェンド短編っていうものは 8.6 メガワット11基なんですけれども、海岸から約140メーター離して建てています。水深は260メーターぐらいだそうなんですけども、はい、で、それと比べますと日本のこの風車はもうこれがユーザーです。で、こっち由利本荘です。もう離岸距離ほとんどないというか、あの2キロですからこういうふうになるんですけども、どうも調べてもこういうふうに作られているのは海外にありませんで、この件については名古屋大学の宮脇勝先生という方が欧米の風車、洋上風車の現状について 22.2 キロほとんど取っているということや、中国でも10キロ取っている、あとデンマーク 12.5 キロ取っているということを発表されておられます。はい、で、まあ、この件については日本あのユーザーだけではなくて、北海道の石狩湾からずっとこうあの青森、秋田、新潟の村上沖、あとは福井のあわら沖までですね、日本海側はずっとこういうことになっているので、私としては4月からこういうあの日本海の美しい海岸を守るために22キロで風力発電は建設しましょうっていう、こういう署名活動も今始めたところです。で、今日一番言いたいのは不眠症の255人ですね、こういう睡眠障害リスクを無視しないでほしいということであります。で、ちょっとまああの質問状のところに、質問状はですね、県からいただいた質問状、この2ページ、3ページぐらいまではそのコメントのおかしな点について、すみません、これあの提出したのは赤字になってる丸矢印のところ赤字になってるんですけれども、これはあの皆さんにあの PDF であの渡したいと思います。このコメントですね、あの、おかしなところについて、コメントでこれはおかしいんじゃないかというのを指定しながら、基本的にはその影山先生と田草里先生から、
まあ、議論、まあ、要するに焦点をすり替えている印象を持ったということや、リスクコミュニケーション、環境アセス、予防原則をよく理解していないような回答で同意できないということ、だとか、全く回答がないところなどについても触れております。で、基本的に私としてはこの、風車騒音と健康被害に関して環境省委託事業で、これあの4ページ目になりますが、5年がかりで行われた国内1000人規模の疫学調査の結果として、風車発電の騒音は睡眠障害を引き起こすことをはじめ、国際的な論文で発表されたデータを組み込んで制作され、日本総合騒音制御工学会学会誌騒音制御で発表されたソフトウェアの科学的なシミュレーション結果に対して論点ずらしと全く科学的な反証がなく軽率な回答になっており、長年この分野で調査研究されている先生方に対して大変失礼な回答だ。環境省委託研究の結果や最新の科学的知見を無視するのか。このままでは先生方が指摘する睡眠障害など沿岸住民への健康リスクを無視したまま計画が進むことになるという恐れから、今回の再質問状の提出ということになっています。で、その論点としては、5枚、そうですね、もう一回あの、この今、アップデートされた、風車のデータをもう一回入力しまして、先ほどの不眠症、255人というデータ、あと入眠妨害1万3000人、このデータを提示しまして、これに対して、どのように捉え対処するのか、これ事業者の方にも見解を改めて求めると。で、反論があるならば科学的に反証いただきたいということです。まあ、シミュレーションのソフトはですね、実は市販のソフト200万円ぐらいするらしいんですがあります。ぜひそういうのに入れて、あの反証するなら反証していただきたいということです。で、まあ、5ページ目から先ほどもお伝えしたそのデンマークではこうしてるだとか、あとはそのフォトモンタージュの件もちょっとお話をさせていただいてるんですが、このフォトモンタージュもきちっと住民に示さないで住民合意を取ったと、言われてるんですね。これは確かにその住民の皆さんがお作りになった科学的にはなんて言うんだろう、その正確さはちょっと欠けてるかもしれません。しかしながら1キロで作るとこういうふうになると、1.8 になってもほぼほぼ変わりはないと思います。これだけ驚異的な大きさの、ものであるということには変わりないし、だとしたらばきちっと県がモンタージュを作って住民に示すべきでありまして、それが全然行われていない。それにもかかわらず同意を取ったと、何をもって同意を取ったのか私はよく分かりません。あとはこの不眠症リスク255人についても、これはもう県の人だって自分のパソコン入れたら出てくるデータですから、こういうものをですねきちっと入れて、じゃあ正確性に欠けるんだったらきちっとした風車のデータをきちっと埋め込めばいいわけです。で、そういうことでこういう、これコンターといって影響図と言いますけれども、こういうものをきちっと示して住民の同意を取るなら住民の同意を取ると、まあ多少そのリスクがどうのね、リスクをこうしょうがないと言うんだったらそれはいいですけど、こういうものも示さずにリスクについて全くコミュニケーションが取らずに、コミュニケーションを取らずに同意を取ったとして、まあ今法定協議会4回行われて、なんか促進地域に格上げしようということが行われようとしておりますけれども、漁業者の了解を取ったからだけではこれ進めていい問題ではないと思います。この住民の健康リスクを無視してはいけないというふうに思います。ということで、はい、で、そうですね、あ、そうか、これお、もしかして電池が切れた、
の先があったんですけど、すみません。で、最後の提言も含めて、あ、でも終わってるからいいか。要するに洋上風力発電は日本では浮体式の洋上風力発電を 22.2 キロ離岸距離を取って作るべきだと私は考えています。私は基本的には脱原発派で再生エネルギーをどんどん進めていかなきゃいけないと思ってますけども、風力発電建てるところを間違えると決して持続可能な発展にはつながりません。健康リスク、それから生態系の保護のことを考えて持続可能な開発の在り方として、日本では浮体式にして 22.2 キロ国際基準並みに離岸距離を取って作られるべきだということであります。で、これを提言し、回答を求めるというのが最後に書いてあります。で、一応昨年末の回答は3ヶ月も待ちましたので1ヶ月後の5月20日までの回答を求めるということにしております。お、切れちゃった、すいません。と、以上であります。ぜひ質問などいただければと思います。ありがとうございました。今22キロに話すべきだっていう話ありましたけど、はい、22キロって数字は例えばノルウェーのこう数字とかを参考にして、そうです、論文があって、あ、先ほどの論文ですよ。宮脇勝論文が名古屋大の先生が出された論文がありまして、これも後で皆さんに、ご提供したいと思います。すいません。あります。で、この結論、すみません、はい、結論と課題、まず離岸距離に配慮していると見られる国は中国、英国、ドイツ、オランダ、デンマーク、ベルギー、スウェーデン、韓国、アメリカ、ポルトガル、アイルランド、フランスの12カ国が掲げられている。で、すいません、一般海域においてドイツ、オランダ、ベルギーでは政府が海洋計画を策定し洋上風車の離岸距離として12海里約 22.2 キロメートルを基準にゾーニングし比較的長い離岸距離を確保していることが明らかになったということなどがあります。で、まあこれで見ましても、まあ、標準が 22.2 キロになっています。なのでこれに準じたことにすればいいし、22キロ離すとですね、これはもう沖に行きますから不眠症リスクはなくなります。ゼロになります。これをやっていくべきだと思います。あと、こういう景観もなくて済みます。はい、なので、海外ではでかい洋上風力立ててますけど、こういうふうにはなってないってことなんです。はい、どうぞ。どうぞ、山崎です。よろしくお願いします。はい、ちょっと今、写真撮らせていただいたんですけど、考える会さんが作ったやつで、これ、はい、草山さんをご紹介するのは別に公開されているものの許可を得て、一応その確認です。そうです、はい、考える会の方ではね、半年前からウェブサイトなんかにこれ手上げていて、草山さんが使うのはもうないということ、昨日確認してます。あ、ということで、はい、わ、はいはい、かりました。一応、はい、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。日本経済新聞、はいはい、この持続可能社会研究所っていうのは、はい、考える会どういう関係になるんですか。ユーザーの風力を考えるか、ユーザーの住民の皆さんがやっていて、私は鶴岡で、はい、3人でやっているんですけれども、はい、この研究所っていうのは人数としては3人でやってます。はい、鶴岡市が本拠地、本拠地です。今まで例えば私議員じゃない時もありましたけれど、
鶴岡の文化会館のことだとか、あとはダムはまた別のあれでやりましたけど、はい、そんなことだとかいろいろやってます。はい、北島さんが所長、はい、代表、そうです、はい、所長と言い方でいいんですか。まあ代表で、代表、はい、代表、はいはい、他のお二人ってのはすまずどなたでしたか。それはちょっと一般の方、一般の方です、一般の市民の方、はいはい、攻撃が及ぶない任意団体、任意団体、全く任意団体です、はい、そうです。はい、はい、ちょっと事実関係確認ですけど、どうぞ。今日は、はい、1時半からでした。そうです、1時半に伺いました。どこのかの課長補佐とおっしゃいましたか。山形県環境エネルギーズ製造推進課、はい、何かやり取りっていうのはあったんですか。そうですね、基本的には回答いただきましてありがとうございますと、回答いただいたけど何も回答になってませんよと、健康リスクを、このままだと健康リスクを無視した形になるのでしっかり考えてくださいというお話だけはさせていただきました。できちっと回答ください。県側からは何か。いや、特に受けたまりますと。この今お写しをいただいた、質問状をお渡したって、はい、そうです、はい、すいません、これのカラーバージョンを渡しました、はいはい、皆さん後で PDF させていただきます。どうぞ。法的協議会の議論は進んでますけど、はい、どうしてほしいっていうようなお考えはありますか。そうですね、法的協議会の中で問題はやはりこう住民同意を取ったって言われてますけど、私から見たら例えばユーザーの説明会なんかで、まあ、私も含めて発言をしたんですが、住民の方から相当この離岸距離の問題、このままじゃやばいんじゃないか、景観的にもそうだし、あとそのことは私言いましたが、そうですね、そのことでもありました、はい、住民の方からありましたし、でその発言されるたびに拍手されるんですよ、住民の方がみんなで。そのことを思うと相当住民の方が疑問に思っていることが多いだろうな。だからこれまでの合意形成のあり方に相当問題があったんじゃないかと私は思っています。なので、ごめんなさい、先ほど触れなかったかもしれませんが、公共事業やダム問題、ダムの事業などで必ず行われるべきデュープロセスですね。デュープロセス、手続きですね。やらなきゃいけない手続き、住民参加と合意のための手続き、これが欠落してんじゃないか。これも問いかけをさせていただいております。ややペースが早い。というか。例えば住民説明会で説明して質問がありました。その時その場しのぎの答えで、全く答えにもなってない答えを国の担当が行って、それで済ませてるっていう、アリバイ作っただけじゃないのっていう感じに捉えました。だからそれがこれから法廷協議会できちっと議論されるのか疑問ですし、あの時相当疑問がそのユーザーのその会員の方からも出てますし、ユーザーの会員の方に言わせてみると、その彼らも公開質問状を挙げてるし、前回の説明会でそのなんか時間なくて質問できなくて文書で質問したけど半年全く答えもないし、なのでこの離岸距離の問題って1年ぐらい前から問いかけが行われてるんだと思います。それに対して全く答えもなく今まで進んでて、この問題が完全に置き去りにされてるっていうことだと思います。あと分かれたことをどうしますか。着床式じゃなくて付帯式にした場合、はい、お金がかかるってことですか。そうですね、若干お金がかかるってのは聞いてます。ただそれは数作りゃいい話でして、でこの着床型もまだ技術が未熟なんじゃないかということも言われてるんですが、ノルウェーにイクイノールっていう企業がありまして、そこは2016年にイギリス沖でもう商用運転は
始めてます。そして先ほどご紹介した出てこないですけど、あのハイウィンド短編というこのノルウェー沖140キロ、これは昨年 8.6 メガワットで商用運転をしています。で日本でも実は環境省結構力入れてまして、五島列島沖で戸田建設があのこれ取り組んでいまして、あれは確か6メガぐらいのやつを、まあ、まだここまで行ってないか、ちょっとちっちゃめかもしれません。なので商用運転手前のところまで行っています。でこれは報道ステーションでも特集組まれて、なんか紹介されてましたし、なので技術はあります。なので、で実はですね、私は鶴岡市なんですけど、鶴岡市議会で3月議会で私は鶴岡は、すいません、これもじゃあせっかく、鶴岡は付帯式でコンソーシアム組めるように頑張りましょうっていう提案もさせていただきます。はい、なのでできないことはないということですね。わかりました。はい、すいません、どうぞ。はい、どうぞ。着岸式じゃなくて付帯式にしろというところの根拠として、はいはい、メリットとしては、ね、根拠はですね、着床型だと深さ50メーターのところまでしか作れないし、それ以上になるとコストが逆にかかると言われています。で付帯式の場合はどんな深さでもできるということでありますし、でまあ、洋上風力の場合、沖に出れば出るほど風はいいんですね、風況はいいんです。なので風況、いい風況で作れるメリットがあるということ、あとは地震に強いということですね。タワーだと地震が来たらもう同じように倒れるんですけど、付帯式の場合地震に強いということ、あと津波も沖に作ると津波の影響は少ないので、そういう面でもメリットがある聞いています。それはありがとうございます。なので、まあ、本当日本は着床式で、要するにヨーロッパはもう遠浅だからできるんだと。遠浅だからさっきのドイツみたく60キロ先とか100メーター先にできるんだってよく言われてるんですけど、私やっぱノルウェーの事例がすごく参考になるなと思ってまして、これは企業だけじゃなくて大使館にも確認して、着床型は全くないっていうことを確認しています。なので着床は、まあ、ノルウェーに準じた形で付帯式を進めていけば、まあ、海岸標準並みの作られ方になるんだなっていうことを把握しています。はい、あ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ぜひ何でもどうぞ。どうぞどうぞ。ちょっと、方々を伺いたいんですけども、はいはいはい、東南沖に、うん、陸上にも風車ステーションがあったと思うんですけども、あれの発電規模っていうかね、はい、というのは、はい、今回のこの10メガよりもだいぶ小さいものですね。はい、ですね、かなり ありがとうございます。あ、そうか、ないですか。あ、ちょっと続けてください。酒田の港にあるのが、大体2メガワットですね。一番大きいので3メガワットで、一番大きいのが実は三税で建ってる 3.4 メガです。で庄内町で最近山に建てたのが 2.3 メガです。あれでも結構巨大なんですけど、あれのもう
だから15メガワットって高さ300メーターとかになるんですよ。東京タワーみたいな高さなんで。300メーターです。由利本荘の 12.6 で280メーターなので全然規模が違うんです。で、実は洋上風力発電の、まあ、一番初めが秋田湾にできた、で1月30日から稼働したものって言われてるんですけど、それは 4.2 です。それはまあ他のやつよりちょっと大きいぐらいなんですけど、 4.2、まあ、それは結構近くに作ってるんですけど、10メガワット級を超えるのはまだ日本には作られてなくて、由利本荘が初めになるかもしれません。 12.6、 この三菱の計画しているのが 12.6 ですから、もう本当それは270メーターとかって言われます。15になるとさらに大きいので、もう300近いです。地元の方にとっては、はい、まあ、それくらいの、まあ、2とか3くらいの規模でも、はい、まあ、そういう、まあ、睡眠障害とか、はい、そういったのを感じている方も中にはいらっしゃって、そうですで、まあ、それよりさらに大きいものが立つということについて、はい、まあ、不安を感じていらっしゃる方がいらっしゃるということなんです。そうですね。なのでこういうのが示されてないので、ほとんどの方が気づいてないという状況だと思うんですよね。これは実は県だけの問題じゃなくて国の問題もあると思います。このそもそもの回帰設定のあり方がどうだったのかと。でよく環境アセス上で、リスクを見ればいいという言い方をする方がいらっしゃるんですけども、いや、その前の問題でしょうと。事業者とその住民の間の環境リスク、環境アセスのやり取りで解決できる問題ではないです。離岸距離の問題です。一本減らせばいいとかそういう問題ではないです。はい、ありがとうございます。